さあ特別招待作品ノースポーキングから佐渡武俊監督、そして細野晴臣さん、それから水原希子さん、水原由香さんにもお越しいただいています。よろしくお願いいたします。このノースモーキング、ずっと細野さんについて撮影された監督、いかがでしたか？もう大変光栄な時間でしたね。こんなに細野さんと長い時間過ごせるなんてね、こんなありがたいことはないです。ずっと50年を振り返るようなこともあったと思うんですが、見方は変わりましたか、晴臣さんに対する？さらにね、こうファン度が増したっていうか、 大好き度が上がりましたね。はい、ではご本人に伺いたいと思います。もう50周年ということで、この50年を振り返るきっかけになったのかなと思うんですが、作品ご覧になりましていかがでしたか？見ましたけど、やっぱり普段鏡見て生活してないんで、ずっと自分の姿見てるっていうのは辛いですねやっぱり50年は長いです。長い間の出来事を1時間半にまとめたんで、まあ、かなり濃密だと思いますけどね。もちろん YMO の皆さんも登場して、坂本教授だったり、あと幸宏さんも登場、皆さんこの映画に関して何ておっしゃってましたか？まだ聞いてどうだったって聞くのは嫌なんで。でも本当にこの50年っていうのを映像で振り返るっていうのは、音楽で私たちは振り返ることはできますが、皆さんにとっても意義が大きいですね。まあ、僕以外の人はみんな楽しめると思いますそして一番隣で楽しんでらっしゃる希子さんにも伺います。水原希子さん、そして由香さんも本当に映画の中でも、もう追っかけなんですっていうような感じで公言されてましたが、どれぐらい好きなんですか？もう本当に大好きですでもう何でしょう、これは言葉で言い表すの難しいですけど、自分のすごく大切な瞬間とか、それは人生生きてて、そういう時に聴きたくなるような音楽、本当に。あと細野さんはもうたくさんの、ちょっとジャンルにもカテゴライズできないような、本当にすごく多様な音楽を作られていて、何でしょう、すごく自分の人生においてはとても大切な宝物なので、こうやって今日姉妹で、ね、レッドカーペット一緒に歩かさせていただいて、本当に夢みたいですし、本当にただの、もう先ほどもおっしゃってたように追っかけでただのファンなので、本当にすごく光栄な気持ちでいっぱいです。ゆかさんは特に DJ をされるので、この音楽の流れからして歴史を背負っているような細野さんですけども、いかがでしたか？いや、もう本当に私もう細野さんの世界がもう大好きすぎるので、今隣に一緒にいるっていうことすら夢みたいな瞬間で、とても本当に幸せです今回は本当に音楽ファンだけじゃなくてですね、ぜひもう多くの方にご覧いただきたいと思います。ノースモーキングの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとう。